見えてきましたわ。あの島が目白家の別荘ですの。島が丸々別荘かよ。だったら遠慮なく穴掘りまくって財宝発掘できるな。島を破壊しないでくださいませ。遊びに来たわけじゃないんですのよ。奴隷のさんまでそんなこと言って。ねえ、私たちまで一緒に来ちゃっていいものなの？チームメンバーじゃないのに。マックイーンとトレーナーさんから直々のお誘いだし、問題ないですよね。よろしくお願いします。さあ皆さん、もう一周しますわよ。マックイーン、もっとスピード上げないと私が先に行っちゃうよ。あ、先導するのは私の役割ですのよ。ほらほら、ドーベルももっと飛ばせるでしょ。だって走りに集中できないっていうか、視線が気になるっていうか。気にすることなんて何もないって。ドーベルは可愛いし、そんなお世辞とかいらないし、可愛くないのは自分が一番わかってるから。ゴールドシップさん、あなたは何をやってますの？海でトレーニングっつったらこの格好だろ。せっかくの海なんだし、ここはみっちり体を鍛え上げねえとな。みっちり遊ぶようにしか見えませんわ。よし、ここから一気に加速。待ってください、飛ばしすぎです。張り切りすぎちゃいました。まだ合宿初日なのに。それにしてもマックイーンはすごいね。ライアンの意表をついたスパートにしっかりついていくんだから。ライアンには負けていられませんわ。宝塚記念の時にはしてやられましたから。けど本当、マクイーンさんの走りには見せられっぱなしです。トレーニングでもレースでも。だからこのチームに入ったんだもんね。このよいしょはいつまで続きますの？慕ってもらえるっていうのはちゃんと理由があってこそなんだから、胸張っていいんじゃない？そうそう、堂々とマックイーンが褒められるとなんだか私も嬉しくなっちゃうんだ。よし、そんな大人気のマックイーンに次も勝てるように追加で走ってこよっと。抜け駆けですわよ。私だって走ります。ええ、ちょっとメンバーのことを考えてましたの。一度はもぬけの殻になったチームに、今はこうしてメンバーがいます。皆さんは私の走りを見て一緒に走りたいと思ってくれたのですよね。そう考えると誇らしいような気恥ずかしいような複雑な気持ちですわ。春の天皇賞を勝ってチームとしての形を保つことはできましたが、
トレーナーさん、私には新たにすべきことができました。期待してくださる皆さんに愛想を尽かされぬよう、これからも走り続けることですわ。ええ、任せてくださいませ。